はい、徘徊老人の何シリーズですかこれ。今日からね、リンディックをなれます。ポンゴセカンという村に来て、ここはグスティ・サナさんと絵描きさん、結構ポンゴセカンスタイルの有名な人なんですけど、ここで私はバリ舞踊をなれました。長男のコンビランから、今回は次男のカデさんからティンクレック。これが難しい。バリダンスも難しかったけど、このティンクレックはもう左右別の人格でないと弾けないということなのね。だからちょっと分裂症でないとダメだから、これ大川さんなんかね、分裂だからできそう。逆に俺はまっすぐな性格だからダメか。ということで僕の先生を今日は紹介します。はい、カデ。はい、こんにちは。こんにちは。日本語がねちょこっとできて、やっぱりカデさんも絵描きさんでポンゴセカンスタイルと同時に、ウブドの方のリマルマジャというガムラングループの演奏者ですと同時に、地獄の演奏者でもあります。何でも演奏しますということで、僕に適任の先生。先生がね、こうやれこうやれっていうのにはついていけない生徒なので、自分のやりたいように頼める先生を選びました。それがということで練習します。よろしく。これがベーシックダサン。お、あ、両手来ちゃった。タンタタンタタン。わかった。よし。分かったというだけですが、分かったというのはできるのは別だからね。分かったというのはできるというのは。これ前にできました。説明していくと、これ1、2、3、4、5、ディンドンデンドンダン。これをこの前ドリミハに合わせようとしてるんだけど、ドリミハで合わせるとまたおかしくなるので、ディンドンデンドン。だから5本しかない楽器なのになぜできないかということで、ね、まず右手だけピンとテンとテンだけ。完璧じゃん。完璧だけど、これがね、こっちが入るともうダメなんだよ。こっち行ってみようか。ここちょっと入る。これは無理だよ。これやつからよ。2つ一緒のやつけどよ。こっちやって、俺これ2人で1つ。